こんにちは、L です。今回はブレイクスルー感染について各国の最新情報も踏まえて徹底解説していこうと思います。そもそもブレイクスルー感染とは何なのか、そしてワクチン接種後にコロナに感染する確率はどれくらいなのか、ワクチンには一体効果がないのかについて話していこうと思います。 新型コロナワクチンの接種を完了して14日以上経ってから陽性反応が出たものをブレイクスルー感染と言います。英単語ブレイクスルーは突破する、切り抜けるという意味があり、ワクチン接種の免疫を突破して感染が成立したものという症例のことを指します。日本での報告は 国立感染症研究所が発表したもので、初期の報告例になりますが、3月から6月末までの3ヶ月間で、67人の感染が確認されています。約8割と多くが20代から40代で、重症者はいませんでした。ウイルスの遺伝子解析の結果、アルファ株が12例、デルタ株が2例と、 3月から6月なのでアルファ株優勢の時期の報告となっています。より最近の日本での報告では、ワクチン接種と新規感染者の関連について、厚労省が8月の10から12日、3日間にハーシスというコロナ発生の管理システムに登録されたデータをもとに、ワクチン接種歴別の感染者数を報告しています。 これによると、10万人あたりの感染差しを見たところ、全年齢で見ると、未接種が67.6人、1回接種が22.7人、2回接種だと4人まで減少しています。65歳未満に限っても、未接種では69.7人であったのが、2回接種で7.4人。感染がワクチンによって10分の1程度に抑えられているという ことを示唆しています他の国の報告も見ていきましょうイスラエルではイスラエルの医療機関でファイザー社ワクチンを2回接種した医療従事者1497例のうちブレイクスルー感染が39例約2.6%認められたと報告がありますこれはいずれの感染者も非感染者に比べて感染前の中和抗体が低く ワクチンを打ったものの中和抗体が少なかった人が感染したという報告になっています。ほとんどの感染者が軽症か無症状であったと。そして検査を行った85%がアルファ株でした。これも感染パンデミックの初期の頃の報告で、アルファ株が優勢であった頃の報告となっています。続いて韓国の最近の報告ですが、 8月12日までのブレイクスルー感染は累計で2111人となっており、これは接種完了者約708万人の中で0.03%に当たるという報告があります。韓国のワクチンは日本とはやや異なり、アストラゼネカ、ファイザーに加えてジョンソンジョンソンのワクチンも接種されています。また、ブレイクスルー感染後の重症化例は合計で19人、これは 感染者合計の0.9%死亡例は2人となっておりブレイクスルー感染合計者の0.09%に当たるとなっていますこのことからワクチン接種によりブレイクスルー感染しても重症化死亡ともにかなりの確率で抑えられているという結果がわかります次にアメリカのブレイクスルー感染ですが アメリカでは約1億6000万人がすでにワクチン接種を完了しています。このうちブレイクスルー感染は12万人となっており、接種完了者全体の0.08%と報告されています。ブレイクスルー感染後に死亡した患者は約1500人、ブレイクスルー感染者の1.2%となっていて、 接種完了者全体で見ると0.001%と非常に低い値となっています。また、このうち2割は新型コロナ以外の原因で死亡したと考えられています。ですので、アメリカの方向からもワクチン接種をすることでブレイクスルー感染の確率、そして感染後の死亡の確率を非常に減らせているという結果が見えてきます。 また、アメリカではワクチン接種完了者の大規模クラスターの発生もありました。アメリカ CDC の発表では、2021年7月3日から17日の間でマサチューセッツ州の街で数千人の観光客が訪れた大規模イベントが開催されました。このイベントに関連した新型コロナ感染者が469人と大規模クラスターが発生しました。そのうち346人。 約74はワクチン接種完了者でしたこの感染した接種完了者のうち274人は発熱などの症状が認められましたが入院まで行ったのは基礎疾患のある2人を含む4人と感染者の1.2%にとどまりまた死者はいませんでした入院患者の割合が1.2%とワクチン普及前の 重症化率と比較すると非常に少ないことから、ブレイクスルー感染してもワクチンが変異株の重症化を抑制している。新型コロナワクチンの予防接種は重症化、死亡を防ぐための重要な戦略であるという結論に至っています。この大規模クラスターの細かい内訳を見ていくと、ブレイクスルー感染者が接種していたワクチンは、ファイザー、モデルナ、ジョンソンジョンソン、 いずれもありましたそして接種した検体遺伝子解析したところ89%でデルタ株関連の遺伝子が同定されましたつまりデルタ株はこの大規模クラスターにおいても非常に感染性が高く優勢であったということが分かっていますデルタ株は一般的に感染性が高いことが報告されていますがワクチンを接種した後 のデルタ株の感染率というのはどうなっているのでしょうか。イギリスの報告では、ワクチン接種はデルタ株においても有効であることが報告されています。ただし、デルタ株に対する中和活性はやはりやや落ちるということが分かっています。2回接種後のコロナ発症予防効果を見てみると、ファイザー社のワクチン接種後で、アルファ株では93%だったのが、 デルタ株では88アストラゼネカ社もデルタ株ではやはり発症予防効果が落ちています。以上をまとめますとブレイクスルー感染がどれほど起こっているのかの正確な把握は難しいが接種者の中の極めて少ない割合がブレイクスルー感染となっていると考えられます。 また今後ワクチン接種が進んで接種済みの人口割合が増えていけばブレイクスルー感染の件数その報告は自然と増えてくるでしょうまたデルタ株は感染性が高くワクチンの効果はやや低くなる傾向があるといいますそれでもワクチンを接種することで感染重症化死亡のいずれのリスクも下げられると分かっています 現在、新型コロナで入院している患者のほとんどは、ワクチンを接種していない人たちです。ですので、ワクチン接種をぜひ推奨していく必要があると考えられます。参考文献です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。